どうも皆さん、こんにちは。今回は、名古屋に行ってきて、いろいろな文房具屋さんを回ってきて、まあ、それで、まあ、本当にいっぱい買ってきました。はい。で、それで、一つ一つ紹介していきたいと思います。まず最初に、こちらの、無印のペンスタンドですね。これは、まあ、定規とか、立てるのに、今なくて全然。それでちょっとないかなと思って探してたら、ちょうど無印にあったんで買いました。で、デザイン的にもとても良くて、まあ、普通こういう無印のシリーズっていうのかな、するのは結構高めなんですけど、これ140円というお手頃な価格で買えるので、まあ結構いいかなと思って買いました。これが国用のリサーレですね。これ前から結構欲しくて、まあデザインが本当にかっこいいってことで、買いました。まあだけど、消すっていう用途にはあんま使わないと思います。ただ、なんか飾りとかにするだけだと思うんですけど、まあ買っといてよかったと思います。ポリマーのアインっていうやつの、B と HB ですね。これ値段見ていただければわかるんですけど、2ケース入って、あと消しゴムもついてて、240円なので、まあ消しゴムを多めに考え、少なめに考えて40円だとすると、1ケース100円で買えると同じような値段なんでね、ちょっとこれは買っとかんと損だろうって感じで買いました。はい。まあもうちょっと買ってもよかったかなと思うんですけど、まあ、まだ在庫あったんで大丈夫だと思って。はい。で、これは無印のアルミ定規ですね。僕は、何やっけ、国用の、じゃあ緑のアルミウッドを持っているので、もうこれは、弟にあげます。はい。デザインが結構シンプルで好きですね。まあ、値段も200円だから別に上げてもいいかなと思います。廃盤と言われてたんで、全然、売ってなくて、欲しいなと思ってたんですけど、あんまなかったけど、見つけましたね。ハイポリマーの4プロっていう芯です。0.5の H と0.3、じゃあ0.4の 2H と0.3の HB です。はい。廃盤ってこともあって、そんなに、数は置いてなかったんですが、あったんで買ってきました。人生初の廃盤ですね。これが廃ユニですね。本当に滑らかに書けるらしくて、結構評価も高かったんで、まあ買いました。値段が300円ですね。4プロと同じです。これはクリックイレーサーの4プロっていうやつで、まあ結構多くの方が筆箱紹介とかに入れていたんで、まあ僕も、入れてみたいなと思って、買ったのと、まあもちろん学校でも使おうかなと思います。細かい字を消すやつが僕持ってないんで、はい、これ買っといて正解だったなと思います。ちょっとなんかここら辺にある空気とはまた違うなんか空気を流している、これね、アルファゲルの、初期タイプ。初期かな？一番最初のタイプですね。なんで買ったかっていうと、廃盤かわかんないですけど、東急ハンズ行ったんですけど、270円で買ってたんで、いや、売ってたんで買いました。これ、定価は普通600円だったんですけど、よっぽど売れてないのかっていう感じで、売れ残りみたいな感じだったんで買いました。これ実は前から欲しくて、あんま売ってないんですよね。ですからちょっと持っといてよかったなと思います。多分これパッケージは開けることないと思います。多分なんか展示でもしとこうかなと思います。で、これがなんかエベさんの動画で紹介していたステッドラーのトリプラスってやつですね。ここがなんかスマッシュみたいな感じの、ノックの部分。で、それで、なんかモノグラフみたいな感じで消しゴムが出てくるってやつと、ダブルノック式ってことでね。はい、買いました。値段も500円ぐらいで、そんなに高くないかなと思います。通称グラフペンシルと呼ばれている PG5 ってやつですね。なんか、このシャープには全然、知識がないんで、なんかよくわかんないですが、まあ、デザイン、まあ、チキンパンチさんの動画見たらわかるんですけど、まあ、それ見て僕も買ったんですけど、はい、そんな感じです。結構面白そうですね。ボートさんが出しているプロメカってやつですね。スーパープロメカってやつの1000と1500もあったんですけど、1500は 0.5 ミリがなかったんで買わなかったのと、1000はちょっと傷が結構ついてたんで、まあ、500を買いました。ちょっとさっき実は書いたんですけど、ここのクリ、軸とキャップのガタつきがちょっと気になったのが、ネックですね。で、これはセブンイレブンで買ってきた、プラチナの、ステンレスシャーペンですね。
で、これもね、ちょっと買ってきたんですが、プラチナのステンレスシャープペン。これが元の多分形で、セブンイレブンのやつは、まあ、その、なんか連携して、また変わったデザインを作ったんだなと思います。これは結構好みが分かれると思いますね。どっちがいいかって。まあ、僕的にセブンイレブンの方がいいと思います。グラフ600ですね。これは、なんだろうな。グラフ線を持っているんですけど、まあ、その下のグレードってことで、まあ、試してみたいっていうのもあって、まあ、もしよかったら使ってみたいなと思います。でもこれ結構滑るんですよね。はい。で、人生初の 0.3 ってことで、グラフ600を買いました。巻き寿司さんの動画だったっけな。それでなんか好きなシャーペンっていうやつで、これが上がってて、なんか 0.3 でも、0.3 書きやすいって言って、ちょっと欲しいなと思って買ってきました。はい、ブラックですね。これはプラチナの、プロユースってやつですね。はい。なんか廃盤か廃盤じゃないかなんかよくわかんないですけど、買ってきました。一瞬見たときなんかステッドラーの925に見えたんですけど、まあ、なかなかかっこいいデザインですね。その上に1500ってやつもあったんですけど、あんまちょっと、なんていうのかな、太すぎるからなと思って、とりあえずこれを買いました。ちょっとこれはずっと欲しかったやつなんですけど、ロットリング500っていうね、セズヨシャープペンを買いました。ペン先には好みが分かれると思うんですけど、僕は結構好きですね。はい。もう本当に欲しかったです。はい。買えてよかったですね。ノックも結構固めでいいと思います。パイロットのジャストミートっていう木のシャープペンですね。はい。まあ、これは中の着がプラスチック製ってやつでね、本当に残念です。線もするのに、ジャストミートスマートですね。線もするのに、中の着がプラスチック製ってことで、気に入らないんですが、まあ、外見はなかなかかっこいいんで、おしゃれなんでいいと思います。これは、パイロットの S20 ってやつですね。これはもうこれも欲しかったって言ってたんですが、これが多分一番欲しかったやつだと思います。はい、2000ととても高かったんですが、結構ツルツルして、もう本当にいいシャーペンだなと思います。S シリーズの最高峰だけありますね。以上僕が買ってきた、文房具紹介でした。まあ、全部合わせれば21個買ってきたんですけど、ちょっともう本当にバカですよね、僕。はい。もう大丈夫です。はい。バカだと思ったら高評価。そして、なんて言うんだろう。まあ、まあ、高評価お願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今度、詳しく紹介していこうと思うので、ぜひ楽しみに待っててください。さよなら。